画面の前の皆様、こんにちは。村人 Q でございます。デッドバイデイライトサバイバーやっていきましょう。アイアンワークスオブミザリーというわけで、AI 的ラプレイグというわけで、鋼の石とセルフケアが潰されてしまいました。次回のアップデート以降さ、鋼の石とか積む人いなくなるだろうから、逆にプレイグ相手には強くなるのかもしれない。その分、他にパーク入れるから。今だとね、やっぱ山岡リンが怖いから。あの人大丈夫か、生きてるか。そこの老人生きておるか。死んでそう。あ、生きてた。さあ、クローデとモレルが追われているので、発電機回しましょう。まあもう全然汚れていきましょうよ。みんなで。みんなでね、汚れていきましょう。まあ、鋼の石セルフケア。まあ役に立たないとはいえ。とはいえ、まだまだデッドハードはね、現役なんで。しっかりと頑張っていきましょう。クローデットもチェイス場所は遠くなんだよ。よいしょ。さっきからちょいちょいチェイス判定が途切れてんのはなんだ。もしかしてあれついてる、雲プレイはね、強いですね。ん、雲くせえ。雲じゃないか。雲にしては足遅いわ。わお。すでに消えたってことはガラクタいじり発動してるね。ダラク、ガラクタいじり、タナとあと1でしょ。 OK、 まあ2台なら大丈夫でしょう。ダラクの介入、そことここに入ってて、もう1個向こうとかかな。まあ悪くはないと思う、展開的には。さあ、洗う、今回は洗う感じね。今回みんな洗う感じらしいので、足並み揃えてみんなでね、洗いましょう。共鳴する苦痛ではなさそう。危ねえ、なんだ、なんでそこまでゲロかけたがるんだ。もう汚れてんだぞ私。あ、これさ、あれじゃない、あの、ついたら赤ゲロになるやつじゃない。あ、違った。小屋行こう。洗います。向こうで取ったね。やっぱこれ私が狙われるパターンでは。離れよう。
ここでじいちゃんと一緒に直せば感染することもないと。向こうに3つだね。小屋で多分クローデとかチェイスをしていて、小屋の発電機もいい具合に回ってると。今回はアーカイブで脱出をねしなさいって言われてるんで、よいしょ、しっかり脱出していくよ。なんか短くなりそうだね。もう一本つけるか。よいしょ。ガラクタいじりもね、次回のアップデートで、1回しか発動しなくなるっていう変更になるけど、やっぱね、ガラクタいじりって今まで何度も効果変更あったパークで、最初はさ、あのアドオンの数値を伸ばすみたいな効果で、それが、今みたいな発電機の数値に変わって、最初はなんか 85% だったんで、 85% になった時に通知が来て10秒ぐらい探知負荷っていうか、まあ、心音とステインが消えますよみたいな。昔は探知負荷なんて言葉もなかったんでね、まあ、そういった感じに変更されて、でそれがいつだったかな、破滅の変更と同時期ぐらい、もうちょっと後かな、まあ、ある時にですね、まあ、70% 今の 70% 通知プラス16秒間探知負荷になって、でまあ今に至って1回しか発動できなくなるよっていう感じですね。まあ 70% までいった発電機を戻すことができる方法が多分いっぱいある、いっぱいあってね、まあハマるとめちゃくちゃ強いっていう、そんな感じで多分弱体化だったと思うんだけど、まあこういう展開の試合を見るとさ、まあハマれば強いわ。それはもうキラーがこうね、頑張ってそのめちゃくちゃそのガラクタいじりを使えるような状況を作り出してるっていうわけであって、それがね強すぎるからダメって言われると、うーんって感じはするよね。強すぎるかなと。サバイバー側にもカウンターの仕方なんていくらでもあるからさ、ガラクタいじり。お、救助。へい、じいさんありがとう。ヘイクローデット、先にゲート開けよう。ケイト大丈夫かな、大丈夫か、あ大丈夫っぽいね。まあ出ましょう。まああれか、また弱すぎたらまた再調整入ると思うんでね、まあそこはね、まあ、何回もやりつつ遊んでゲームねやって、運営にねここはこうなんじゃないかっていう意見をね、まあ送るのが一番手っ取り早いのかな。そういうわけで全員脱出となりました。これ破滅なかったよね、さすがに。まやかし、ガラクタ、タナとダラクト。いうわけで。あ、これあれか、直接ゲロかけても効果ないやつだ。なるほどね。なんか途中私めっちゃ板、あ、板じゃない、ゲロかけられたんだけど。謎ですね。はい、まあ、とりあえずもう一試合やりましょうか。短かったんで。よいしょ。さあ、それではやっていきましょう。ファザーキャンベルズチャペルというわけで、パーク構成ちょっと変えてきました。レナリ、ネコ、セルフ、ケア、血族と。いうわけで。
さあ、お相手は多分向こうのサーカス方面で生まれたんでしょ、マイケル。なるほど。最近ね、思うんだけど、マイケルってレベル、永続レベル3の方が立ち回りやすいんですか。あのマイケル特有のさ、なんかこう隠密しながら来ますみたいな。来てる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 で、みんな。ナイス。そう、あの特有の隠密性能がなくなっちゃうんで、まあよくよく考えたらさ、2とか3とかでこう頻繁に変わられる方が、嫌だと思うんですけど。破滅だいぶ戻っちゃったな。よいしょ。あぶねえ。さすがに永続ではないと思うんだけど。あ、オッケー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 。小屋に戻った。多分あれですかね、伸びてもいないっぽいんで、なんだっけ、あのまああの花と思い出か、日記だっけ、Jマイヤーズの思い出だっけ、あのため速度増し増しかな。小屋だいぶ執着してんな。まあ、私もなんだけどさ、こんだけ小屋に執着してたら回っちゃうよ、発電機。マイケル的にもめちゃくちゃキージェネなのか、ここバレてんな。ここに2台あって、もう1台もそこにあるな。でもさ、これ他のところやっちゃうと、他の発電機はちょっとね、向きがよろしくないね。これがね、外向きだったら全然やれるんですけど。やば。え、痛い、いける、痛い、いける。やば、引っかかった。おい、戻るよね。一応ここの板も残ってるんで、いや、さすがにこれダウン取れないときつくないか。聞ける。これバレてないでしょ。小屋狙ってんな。足速い気がするんだけど、あんなもんだっけ。
だいぶ戻ってんな。呼び声かな。石でつく、上がつく。なるほど。呼び声かあまりにもちきりすぎて、私があの発電機を全然回しに行けてなかっただけか。まあとりあえずここで治療すれば間違いない。丘横の方がやりやすいか、これ小屋の中より。マイケルの巡回ルートがね、小屋経由での丘屋だから。そうなんだよね。あ、ダウンするのも、まあ、こっち側でダウンすれば大丈夫だと思うんだけど、戻るよな。そうよな。だいぶ回ってる。ちょっと丘横直しに行けないの申し訳ないな。ちょ、私絶対点数低いぞこれ。点数クソ低いと。これで蹴ることもできまい。ちょ、裏から近づいて。発電機触るか。ナイス救助。急にこっち向いてきそうで怖い。観客ついてる、これもしかして。観客あるな。観客破滅アット2。そこか。あ、違う、そっちか。あ、であとシビとか。ナイス救助。これはつけきれるぞ。やりきっちゃおう。もうレナリー、やべ、絶対点数低いわ。もうちょっと点数稼ぎの運動をしよう。点数稼ぎ。いや、これ観客、観客ねえ。どこ行った。いたいた。よいしょ。で、今ので何回目だ。4回目かな、多分。4回目だと思うんで、合ってる。4回目で、4回か5回でしょ。で、うまく吸えば7回いけんのよ。マイケルって。マドンによらず。マドンによらずっていうか、最大で7回かな。吸うの早くなるアドンって、あくまでも吸うのが早くなるだけなんで。捕まれた。私このキャッチ合戦めっちゃ苦手なんよ。すまんな。点数に目がくらんだわ。
二窓の裏とかで治療してもらうか。これ動いた方がいいのでは。このタイミングで担ぎに来ないナイス救助。これ犠牲になるんだったら私が犠牲になった方がいいから。あのネアもあれか、まだ一釣りもされてないのか。向こう側くやば、残っちゃった。でも今回割と猫使って安全に立ち回れたのでは。安全第一。キャッチ合戦は苦手。キャッチ合戦ね、キラーでも苦手なんだよね。コツあったら教えて。さっきこれでアーカイブもクリアかな。まあ、猫はね、なんかね、次回のアップデで強くなるのかな。ちょ、BTB 全然触ってないからあれなんだけど、なんか強くなるんじゃない。まあ一部なんか窓枠乗り越えたりとかの速度は上がらなくなるみたいだけど、探知能力としてはなんか上がるらしいですね。簡略、シミット、破滅、共鳴、共鳴があったのか。ああなるほど、死体、あでこれね、吸うの速くなるやつ。というわけで、はい。まあ別に、なんかコンセプトがあったわけじゃないですけど、はい。普段のサバイバープレイでございました。ご視聴ありがとうございました。高評価、コメント、チャンネル登録いただければ幸いです。それではまた。